多分そう大きさだけ、本日は小鉢作家のケンジーさんの、ご自宅作業場に来させていただいております。よろしくお願いします。お願いします、ね、突然ちょっと連絡させていただいて伺わせてもらったんですけども、今ここに映ってるものが作られた作品ということで、最近作られたやつですね。最近作ってるやつですね、はい、ここら辺のこれ尻尾文様っていうんですけども、はい、尻尾文様を入れた鉢が最近私が特に好きなので、はい、続けて連作みたいにして作ってらっしゃいます。基本的に私の場合は小白類が多いので、はい、こういう焼きしめ鉢が非常に好きなんでね、うん、釉薬物、こういうの釉薬物って言うんですけども、はい、釉薬物はあまり数はないです。あ、そうですか、はい、いやなかなかこういう鉢でこういうデザインの凝ってるものってあんまりないじゃないですか。そうなんですか。いやもう言わない方がいいかな。いや僕ねあまりそのなんていうかな、ゆいが独尊というかね、あんまり人の作品見てこういうの作りたいことないんですよね。あんまりこう見ないで自分で考えて。そうですそうです。で特に形だけはこだわってるのはですね、モダンな形ではなくて、はい、昔からあるオーソドックスの形を踏襲したものを作っていきたいなと。見るとあまり派手さはないんですよね。これはですね、これ八角形の鉢です、はい、この釉薬は特に私大好きで、うん、今年の現代鉢作家展にもこの釉薬をかけた鉢を5点揃いで出してます。このシリーズをオトス作ってますけれども、これが一番今釉薬の中では好きなんですね、うんうん、なんていうかな、透明感があるんですよ。そうですね。で細かい貫入が入りますので、うんうんうん、それがまた使い込むうちに味が出てくるのかなと、うんうん、いうふうに思ってます。これが私の今一番流行りの鉢になってきてます。あとこれとこれとこれは、はい、盆栽やってる方は誰でも分かると思うんですが、うん、袋式ですよね、はい、でこれは六角、うん、六角の袋式、これは丸の袋式。ただし袋式というのはこのように内側が普通中入れるんですよ、うんうんうん、はい、そうすると植え替えの時にですね、うんうん、根が非常に抜きづらい、はい、そのために工夫してですねこんなように作りました、うんうんうん、内側を垂直にしてますので抜く時にですね普通の鉢のようにスポッと抜けると。へえ。これは試作品で1回目に作ったのがこれで、2回目に作ったやつはこれです。丸だけれども内側は垂直で抜きやすい。で今後袋式私大好きなので作っていきますけれども、はいはい、この方式で作ってみようかな。これは便利だと思います。便利と、ええ、やっぱその見た目だけじゃなく使いやすさも考えて作られてるってことですね。これはそうですね。祭祭りなんかで行くとよく朝鉢作ってないんですかって言われるんですけど、うんうん、僕は大体このくらいの鉢が主力で作ってたんですけども、はい、結構ご要望があるので、うんうん、朝鉢、こういう朝鉢をですね、うん、作り始めてます。なるほど、好きですね僕。で竜を作った書いて作ったって鉢はこれが最初です、はい、でこれ以外に同じような鉢をですね、はい、5個ぐらい作ったんですが、はい、全部売れちゃって手元にないです。なるほど。ただこれは一作目なので大事に取ってあります。いや見てみたいですね、その進化した竜の鉢を。みんなお客様のお手元に行っちゃいましたか、まあ、全部一点物ってことになる。そう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 ですか、ね、大量生産はないですね。なるほど。こういう鉢も作ってるんですよ。やっぱり現代鉢作家展に送った鉢の一つです。この同じフォルムで5個作ってで送り込んだ、まあ、結果これは入賞しなかったですけどね。なるほど。でもなんか変わった形というか、ええ、珍しいですね、うん、なるほどね。どういうのが合うのかなとか考えちゃいますね。そう、これ難しいと思います。うん、めちゃくちゃ可愛いですね。これとかすごい可愛いですね、このちっちゃいどうやって作ってるんだろうと。これはこれ一つ一つ彫ってるんですよね。あ、そうなんですか。彫って作る型じゃないか。あ、これ尻尾文様を入れて作った最初の鉢なの。これで、あ、綺麗にいったんで、で連作みたいにしてどんどん作る。なるほど。大体1年がかりぐらいで揃えたんですね。1年、ね、なるほど。同じような鉢作っても失敗作ってあるじゃないですか。はいはい。なるだけいい鉢
選ばなきゃなんだよね。これはもう女性受けもいいんじゃないですか。この釉薬好きっていう方は結構多いですよ。ああそうですか、ね、結構やっぱ盆栽を始めるのやっぱ女性少ないじゃないですか盆栽の世界って、ね、いやどういう風なのがいいのかなって思った時にやっぱ鉢とかも結構大事なのかなと思って、このシリーズもね僕結構最近好きで、この長方鉢ね、この長方鉢も結構好きでねいくつも作ってるんですよ。長方朝鉢っていうのかな。このルリウも結構、ね、綺麗、人気がありますよ。ブランカ可愛いでしょ。うわこれめちゃめちゃ可愛いですね。伝わるかなこの色合いとか。上から見たね花びらの形をイメージして作ったんだけどね。これ今同じような兄弟鉢がね何点かなんか割ってます。タラバイケアあるけど。実際にねこう植えてるところもやっぱり見てみたいですね。そうですね。これは結構新しいですよ。最近ですよ、ね、できたの。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。見ないんですよこういうの。変わった鉢でしょ、はい、おうが普通ね、まっすぐここをきちっと線入れてそこから引くんですよね、はいはい、で意識的にこう波形にね、おちなみに例えば僕が鉢作るって思った時にできるもんなんですか、はい、こう大変なものですか、ね、あのね、こういう後で説明しますけれども、はい、こういう鉢、ちゃんとした鉢を作ろうとすると、はい、やはり陶芸の基礎を学ばないとできないと思いますよ、うんうんうん、なるほど。あのよく掘り出しっていうか、はい、ちっちゃいやつを掘り出して作るとかってありますよね。ありますね。それなら構わないんですけども、はい、こういうタタラ、これタタラっていうので作ったんですけど、はい、こういうのね、タタラを使って作るとかと。いうことになって、やっぱり基礎がないとね、なるほど、できないと思いますよ。ちょっと、ね、練習とか修行して、はい、基礎を学ばないと。なるほど。で、鉢を作られてか今どのぐらいでしたっけ？10年ぐらいありますね。10年ぐらい。教室で最古産だと思いますもん。これ焼き締めね。シンプルだけどかっこいいですね、なんか。いっぱいあるんだよね、見てもらいたいのいっぱいあるんだけど。土をすごく試してた時期があって、でこれは色がちょっと変でしょ、普通の鉢と違って明るいですね。でこれなんかは土だいぶあのこの色を想定してたんじゃないんだけど、結果的にこんな色になっちゃったんで、ちなみに購入は今はどこでもできないっていう状況なんですよね。普段は大宮の盆栽祭り、そうで出展されてたってことなんですけど、ね、まあコロナの影響で幼少園さんだと、あと幼少園、大阪の幼少園さん、あれネット販売してるから、あ、そうですか。ネットには出てないから僕の鉢っていうのは。ああなるほど。問い合わせをしてあるかどうか確認をして、うんうんうん、やり取りしてよかったら買っていただくと。なるほどね。盆栽祭りやればね、そうですね、あそこで買っていただいた方はすごく見られるしね、直接店、そうですね、選べるし。俺自身びっくりしたんだけどね、あの初応募して1回目で議事を取れちゃったの。これ自分自身でびっくりしたんだよね、初応募で議事だから。なるほど。もう一個長方鉢があったんだよね。はいはいはい。いや本当にびっくりしましたよ、初応募で議事、はい、足の部分が結構可愛いのいっぱいありますよね。この足はね、やっぱり組ましって作家さんによって随分いろんなデザインがあるので、うんうん、はいはい、僕は独特だと思ってます、自分の足は、うんうんうん、相当深く掘り込んでここをグッとこう強調してるんでね。これ出来上がった後掘るんですか？後で説明します。これが第9回銀賞入賞、銀賞入賞、そうですね。ありがとうございます。1個は使っちゃった。これが第13回入賞。入賞。どうしよう。どうしよう。なるほど。でもこの厚みとかもやっぱありますよね。これはね、厚みは僕ね、すごくこだわってて、うん、薄作りでね、はいはい、僕の鉢は軽いって言われますよ。すごく軽い。あ、普通もっと重たいと思います。なるほど。気持ちいいですよね、見てて。この厚さが。こんな風にしてバカみたいなんだけど、いや、これ描きたくなってたまに描くこともあるんだけど、これめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。可愛いですかね。いや見ないですよ、このここだけ部分的にこう装飾されてるのってあまりないかもしれないね、うん、わからんけど僕めちゃくちゃ好きですよ。焦りの足のものじゃないんだけど、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。なんですかね。え？
いやーこれめちゃくちゃ可愛い、柄も違うし取材がお上手ですね。いやいや僕はこれ購入していいんだったら僕購入したいです。可愛い、ちなみにどっちかあげますよ。じゃあマジですか。どっちでも好きなもん。これ僕こっちかな。いいです。本当ですか。 いいです。いやめちゃくちゃ嬉しいですよ僕。差し上げますよ。嬉しい。何入れよう。何。うわ嬉しいな。これあれより一回りちっちゃい。ああいいですねサイズ感。ちっちゃいやつ好きな人はね、うん、これで。僕これもこのシリーズ大好きですね。あ評判いいですよ。可愛い。あのツイッター仲間でね、タッチョさんって山本文才園さん。はいはい。あれ このシリーズ欲しいっすって、ね、うん欲しい。ただ奈良からこっち来るわけにいかないから。どうしたらいいでしょうかねって言って一回相談されたことありますから。なるほど。このシリーズ、はい、ちょっと1個ありますよ。やはり一個欲しいな。やっぱこう買えるチャンスがなかなかないじゃないですかこういう。これ失敗作。これ失敗なんですか。夕だれ僕は嫌いなんですよ。夕だれしちゃったの。あ、下が濃いってことですか。ゆだれしちゃった。ああ。ゆだれはね、すごくね。これもゆだれ、これも失敗作。こういうのは全部弾いちゃうけど。なるほど、うん、こんなんだったらあげてもいいですよ。本当ですか、うん、こんなんでよかったらゆだれで。全然いいですよ。やば。これとかね、かわいい、このちっちゃい。絵が違うんだけどね。で、こっち。これは、柿ですか。もう柿、柿だね。柿と桜かな。季節感が。柿と桜、なるほど。この絵鉢も横の柄もかわいいですね。たまにそういうの作りたくなるんですよ。こういうのって何からヒントを得て描いてるんですか。これはね、デザイン帳みたいなのがあって、はいはい、私が取りためたものとかデザイン帳とかってのがあって、うん、これ伝統的な文様ですので。あ、そうなんですか。あの昔の焼き物の本があってなんです、うんうんうん、そういうところをよく見て。なるほど。この柄がいいやってんで。形的には僕これかこれが好きなんですけどね、うん、でもサイズ的にはこれが使いやすそうだなっていう、うん、これはいいでしょ。これも交互に上げた一つなんだけど、釉薬のかかり具合とか。でも隣のやつともやっぱ全然違いますね。微妙に一個もんだからみんな手作りの型物じゃないから。これと同じようなのあったっけ。さっきあ向こうに飾ったよね。あれの兄弟鉢これ。はいはい。あれと同じ、うん、なんか大きさ的にいいんじゃないの。あー確かに。どれ選んだか知らないけど。こっちにします。県外のこの形評判いいよ。すごく。これ使いやすそうですね。県外はね結構木を選ぶから難しい。そうそうそう。こっちの方がいいかもしれない。いいんじゃないのそれ。確かに。南角五、珍しいんだと思うよ。普通六角の木っこ腹っていうか、うんうんうん、あるんだけど五っていうのは珍しいと思うこれ。後ろの点々も可愛いですね。うん、正面もだから一つの花びらにするのか二つの花びらを正面にするのか、うんうん、これは可愛い。裏はまた違う模様が入ってる。これは絶対売れますね。わこれは可愛い。これいいですね。これいいですね。この柄めちゃくちゃかっこいい。おしゃれですよね、めちゃくちゃ。そう、モダンな感じだよね、その模様がね。伝統的な模様じゃない。めちゃくちゃかっこいい、ね、こういう鉢を作りたいと思って、うんうん、作った鉢、はい、ただ、二度と多分作らないんじゃないかな。あ、そうなんわかんないよ、わかんないけど。わかんないけれども、面白いのができた。病地鉢。はぁ、しかも白、うん、病地鉢って結構あるよね。はいはいはい、焼き目で多いもんね。はいはい。この鋲を打つ道具をねまず作ったんですよ。はい。でそれでうまくその道具が使えるかどうかってんで試しに鋲を打ってみた。ただあんまり形が好きじゃないんで鋲鉢ってね。そんで酸素鋲かなと思ったなんか、はいはい、と思って作ったやつなんで雑な作りになってるけど、これも俺はお気に入りなんだ。これわあ
いや見たことないデザインだねやっぱり。鉢作りには大きく分けると玉作り、たたら作り、ろくろ作りか、うんうん、3通りあるんですよ、はい、でろくろというのはこれがろくろだけれども、はい、教室でやるときは電動ろくろ、うんうん、だ僕はほとんど電動使いません教室でも。なるほど、うん、手回しろくろこれで作ってます、はい、こういうろくろで作るときはこういう鉢、丸鉢を作ります、はい、で玉作りをこれから一から始めますんで、はい、こういう形までにはできませんけれども、はい、立ち上げてある程度の形というか丸くなるまでやります、はい、こういうのを作ってるんですよね、はいはい、で記録を全部取ってるんですよ僕最初から。すごい。これが2月15日でしょ、はい、でこれ2月19日だよね。4日か5日1週間で入れて私の場合は1個のペースで作ってるんだよね。へえ。ですから一気にここまでいかないで乾かしてここをある程度乾いたら掘ってここを掘ってこれが乾いたら足付けと下下紐をつけて、はいはいはい、である程度乾いたら蜘蛛足を作って、はい、蜘蛛足を作って全体が完全に乾燥したら仕上げの成形これなんですけど、うん、ここまで仕上げる、うん、これ、はい、この段階で結構日数かかるね。いや大変ですよね。これ削ってるこれを削ってここの形を作ってる。そうですそうです。っていうことなんです。あ、掘ってるわけだね。道具を使ってね。そうなんです。大変です。真っ平らなものをここまでたたらで組んでいって、うんうん、形を作ってこういう形を彫り込んでいく、はい、で一番大変なのはここでしたよね。うん、そう4面あるから4面削らなきゃいけないので、うんうんうん、非常に時間かかった。で当初からほとんどこれは壊れちゃったやつなんですよ。成形中にリハで壊したと。ああ。モザイクを見ましたよね。同じやつね、うんうんうん、これも見ましたよね。これ見ました。これあこれねこれ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 遊びで作ったんですよ。はい。なら遊びで作ってたり。これなんかもお地蔵さん。地蔵さんこれも遊びで作った。可愛いかもしれない。でしょ。これ粘土ね。200g くらいでいくかな。はい。これ200ないかな。こうやってだんだんね、丸めていくんですよ。うんうんうん。玉作りって言ったでしょ。はいはい。玉みたいにするんですよ。ほう。この粘土のね、硬さも非常に重要なので、はい。あまり硬すぎてもできないし、柔らかすぎても成形が難しいっていうのがあるんですね。柔らかくして使って。盆栽鉢用の粘土？これは違います、えー。こういうのは僕が自分でいろんな粘土をブレンドして作ったんですけど、これは一般市販してる。今回作るのは市販してるのか。微妙に色違いますもんね、こういう。違うでしょ。いろんなだから試したんでね。いいかな、始まっちゃった。はい。丸浅鉢で作りますね。はい。の成形を始めます。うんうん。これも陶芸の基本を学ばないと、はい、どういうふうにしてこの粘土を持ち上げるのか、うんうん、その持ち上げ方によって調整時にひびが入ったりしますんで、はい、これもだからちゃんとしたところに行って基本を学ばないと、うんうん、また先輩でねそういう人がいればそういう方に教わってやればいいけども、うんうん、個人で始めるとなかなかうまくいかない場合がありますね、うん、まあ、これ見て鉢作りたいっていう人がいるかもしれないからちょっと一言言っとくと、はい、持ち上げるときに単に持ち上げるんじゃなくて、うんうん、寄せるんだよね。寄せる。寄せで土が締まるんですよ。単純に持ち上げちゃうと必ずひび入っちゃうんです。こうやって形になってたでしょ。はい。この道具はほとんどが手作りです。用途に合わせて作ってます。
その道具も見たことないですけど、うん、全部自分作ったんですか、うん、へえ。全部自作ですよ。あ、中綺麗になりましたね。ね、これはね、ちょっとソリエンみたいのして作るから、これからソリエンの形までやりますけどね、はい。でも手で回すのも大変ですね。でも慣れて全然苦じゃないですね。なんかかえって電動よりもこれの方が手で回転性なんか調整できるから簡単に。わあ、すげえ。それで高台、高台ってわかるでしょ、足、高台の足。あ、これ、はい、これは全部後付けなんですけども、はい、この場合は削りで作っていきますので、はい、高台を作る深さが中心でどのくらいあるのか、これで測ります。うん、1センチ4ミリぐらいあるね、深さがね、はい、でこれで十分足が掘れますので。あー、そうか、本当はもっとこう浅くしてもいいんだけどね。まあ削ればいいから。じゃあ下を削っていって足を作って削り出していくんです。そうです、これはね。あとは鹿側っていうのが、はい、出てきたでしょ。そうですね。いや、面白い。で、樹高、あの鉢の高さが 3.5 センチ。3.5 センチ。で、足が1ミリぐらいの足掘るから、はい、鉢の深さは2センチ5ミリ弱ですね。うんうん。こんなにして鉢を作ってます。なるほど。で、これでもう少しこれが乾いてきたら、これで引っ張ってね、これで、うんうん、切り離すんでね。はいはい。ただもっと乾かないと綺麗に切れないから。うん、ちょっと置いて時間がかかります。これ切り離したやつ、ね、ここが、はいはい、この台から切り離したやつね、はいはい、で今度はここが乾いたらこれを今度は逆さにして、はい、この足を作るんですよ。ああ、先に削るんですね。そう、削る。こういうのは継ぎ目があるの分かるでしょ、うんうんうん、これは後付けの足なんですよね。下に足してるんですね。そう、こういう丸鉢じゃなくて削れないから。あ、これは何の模様に見えます。こっちがも同じ形なんだけど大きさが違うだけで、こう袋式を作る。袋式、こういうふうに当てて外側削る。はあはあ、こういうふうに。そうすると外が袋式になって内側垂直。ああ、なるほど。だから抜きやすいと、うん、普通はこんなの道具使わないで、こういう時にここ内側に力を入れて外側膨らますんですよ、うん、はいはいはい。で袋式で作るんだけど、うんうん、これはその方式で作ってるんだけど、はい、これはね、普通の方式で、はい、そうですね。これは違う、こういう道具を使って削り出した、うんうん、こういうふうに。だから中は垂直だと。そう、垂直だった。他に作ってる方いるかどうか分かりません。ちょっと僕コメント欄でもし知ってる人いたら、ただ聞きましょう。言ってください。全く初めて、まだ基礎も何もない人ね。ない人です。やるのはね、削り出し、掘り出しだね。削り出し、粘土を買って、うん、道具って簡単だから。例えばこういうの全部自分で作ってるけども、はい、盆栽は、あの鉢作り始めた初期に買ったやつだけど、小さいね、加工するためのね、あれがあるんです。こういうのは削るやつ、削る道具、だからこういうのがあれば内側も削れるし、なるほど、外側もこういう曲線なんか使って削れるから、うんうんうん、削り出しで小さい鉢ならできますよ、うんうん、もうさっき見た鉢削り出しだったの、多分こういう鉢、あのあれを使って、はいはいはい、多分作ったやつだと思います僕も。なるほど、ええ、粘土買ってきて、ええ、形作って、ええ、焼くのはどっかで焼かなきゃいけないですもんね。それがね、あの一
一番いい方法とか、これどこであるか分かりませんけれども、はい、各地域の大宮なら大宮の公民館ってあると思う、はいはい、また区役所の中とのあの中にね、陶芸クラブとかってあるんです。陶芸クラブで、そういうところには区なのか市なのか分かんないけども、クラブがあれば必ず釜を持ってます、うんうんうん、調整釜、うんうん、だそういうところに入って他の方たちと一緒に焼くと、作りながら焼いてもらうと、それが一番手っ取り早い、安上がり。じゃあ自分の会費ぐらいだから、自分の町にそういうクラブがあるかどうかを調べて、そう、区、そう、それは一番最初にやった方がいい、もし空きがあれば、うんうん、一番いいですよね。そうですね、それが一番一番簡単で、うん、安上がりで、そうですね、いいと思います。なるほど。鉢数はね、本当に100か120ぐらいしかないんだけど、うわー、綺麗に並んでる。入れ替えたのここにあったやつ、ちっちゃい鉢にあったやつ。心拍が多い、多いですかね。図書、あと図書、図書がね、大好きなんだよね、俺ね。おー、ちっちゃいのが図書、みんなこの、ね、差し引きでやったやつ、ね、へー、本鉢上げを待ってるやつが5つぐらいなんですよ、今年。その本鉢上げ用の鉢を今作ってる。なるほど。ちっちゃい鉢、今回いいでしょ。いいですね。あ、図書はいいな。図書、あら、みんなこういうね、これも本鉢上げ鉢、いいですね。こういう角度でよかった。はぁ、あ、はぁ、あ、大きいサイズはこれが、あ、これが一番大きいやつだね。へえ。みんな自己流だから。あ、盆栽はどっかもう教えてもらったりとかしてないですか。全然自己流。へえ。全く自己流。鉢がやっぱいいですね。鉢が。もうさっき言ったね。あ、植えちゃったやつ。植えちゃったやつはこれだったかな、忘れたけど、これだったかもしれない。あのショートってやつですね。ああ、うん、あったかな、多分、多分そうだな、大きさだと。かわいいっす。こうなんか部分的にこういうね、1、あ、それ、うん、でもだけど相当前に作った鉢だからね、そう、うち来て長いですよ。本当ですか。かわいい。こういうですね。めかじきだな。土が近いちゃった。臓器ないですね。臓器はこっちにある。あ、そっちにある。うわ、かわいい。乾いちゃったな。乾いちゃったな、みんな。こっちが。座敷像。これがほら、あの兄弟鉢って言ったでしょ。あ、面白いな。大体ほら本鉢入ってるのは少ないでしょ。はいはい。臓器はね、なるだけ打温でね、培養しておかなきゃいけないなと思って。かぼちゃ。そう、それも兄弟です。あれ、あ、これはかぶ、かぶ、大根。かわいい。遊びでいいですね。最近もう鉢をね、あの鉢数とか数を増やさないようにね、なるだけ、うん、あの盆栽園さえなんか行かないの。行くとどうしても買ってくれちゃうか ら, うから、もう嫌だから、これ以上嫌です、これ刺し目だから、刺し目なんかね、うちにあるから、はいはい、手軽にできるからいいかなと思って、うーん、いろいろ見させていただいて、い結構長い時間いいし、はい、お話いただいてありがとうございました。また何かあったら、なんか一緒にできたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。